7代目シビックの登場は2000年9月のことで、タイプ R は1年以上遅れて2001年12月に登場した。このモデルからシビックは大きく性格を変えている。日本国内では3ドアハッチバックの売れ行きが不振なため、5ドアハッチバックと4ドアセダンを主役に据えた。そして3ドアはイギリスのスウィンドンにあるホンダオブジ UK マニファクチャリングで集約生産し、最速モデルのタイプ R だけをそこから輸入するという形態を取ったのだ。スタイリングはまるでヨーロッパ車のよう。サイズは全長4135mm、全幅1695mm、前方1430mm と、シビックの歴史の中で初めて旧型より短く高くなった。これはワールドカーとして総合力が求められたためである。 1.5 リットルと 1.7 リットルエンジンを主力としたシビックにあって、タイプ R は2リットル直四 DOHC iVTEC を搭載。 iVTEC とは従来の可変バルブタイミング&リフト機構に無段階カムタイミング調整機構を組み合わせたもので、全域でパワーアップが可能となった。最高出力215馬力、最大トルク 20.6 キロを誇るエンジンは、日本で組まれてからイギリスへ送られ、ボディに積まれるというから、なんとも贅沢な車である。ギアボックスは6速マニュアル。操作位置はインパネにあり、最初は戸惑うが慣れると使いやすい。サスペンションは前がストラット、後ろがダブルビッシュボーンと旧型より格下げされた印象もあるが、ハンドリングと乗り心地のバランスは素晴らしかった。2004年1月にマイナーチェンジを受け、フロントマスクの顔つきがモダンになっている。